従来の街づくりでは人口が増えて発展していくことが前提で、新しい開発をどうやって計画的にしていくかを考えていました。しかし現在から将来にかけて人口は減少が続く予測になっています。今後は住みやすい街をどうやって維持していくかが課題です。そこで将来起こりうる人口分布の変化を想定したシナリオを作りました。これをもとに様々な将来変化を予測して今から備えておくことが役に立つと考えています。過去の人口分布の変化をもとにして人口が集中する場合と分散化する場合のシナリオを作りました。両者を比較することで自動車 CO2 排出量を大きく減らせる場合があることが分かりました。例えば相模原市内で駅の周辺に集まって住んだ場合、郊外を開発して人を呼び込むよりも自動車の CO2 排出量が 15% 近く減るという結果が研究によって得られました。都市という空間を変えたときに人の行動はどう変わるのか、逆に人の行動を変えるためには都市空間をどう変えればいいのか明らかにしたいですね。その研究をもとに環境にも人にも優しい街が作れればいいなと思います。みんなが楽しく幸せな暮らしをできるように、またそうした暮らしを持続できるように街の将来像を多面的に評価することを目指しています。また情報を分かりやすく提供することで実際のビジョン作りに役立てる取り組みも続けていきたいです。詳しくは環境議71号でご紹介します。